ばんは。皆さん、あのスピリチュアルジジイ第2弾ということで、今日はまたあのお話しさせていただきます。ですね、あのまたこのあのスピリチュアルジジイがこれ第2弾ということで、神様について、これはちょっとあのいろんなあの世界中にあのある宗教のことにちょっとついて、あのかちょっと語らせていただきます。まああの世界中ですね、あのいろんな国、まあ、民族いてですね、あのそれぞれあの、まあ、いろんなあのですね、あの宗教、あのね、あの神様がいてですね、またそれ信仰してる方がたちがいるわけですね。で、あのですね、まあ神様というのはですね、まあ、いっぱいいるわけですよ。神様というのはあのいっぱいいましてですね。で、まあその中でもやっぱりあのブッダとかですね、お釈迦様とかですね、イエス・キリスト様とかですね、やっぱりあのすごいあの高い、最も高い位置にいてですね。またいろんなあのレベルのですね、あの神様っていうのがいるわけですね。で、まあ高いレベルの神様もいれば、まあ低いレベルの神様もいるということで、でやっぱりあの信仰するので、信仰っていうのを、まあ、あの大事だと思うんですけども、まあ、あの信仰するので、あのやはりこう高いレベルの神様を信仰するっていうのがやっぱりいいんじゃないかなと思うんですよね。ただそれでですね、まあ、自分の信じてる神様だけがですね、だけが良くて、あとはダメだっていうことでですね、他の神様を否定してしまうとですね、やはりそこからですね、争いが生まれてですね、で、やがてこう最終的には戦争になってしまうということで、やっぱりこの認めなきゃダメなんですよね。すべてのね、いろんな神様がいて、まあ、信仰してそれが、ね、いろんな神様がいるんだということでね、認めれば争うこともなくですね、戦争なんかもなくなるんじゃないかなというふうに思ってます。ただね、カルトはダメです。カルトはね、もうちょっとこういうのはダメなので、それはね、やっぱりちょっとそういうのはね、やはりちょっとあれですね、やっぱりそういうのに、のはちょっとあれですね、ダメですね。でね、やっぱりそういうふうな皆様とですね、こう、つながりのこう中でですね、やっぱりこうですね、皆さんこうそういうのをね、やっぱりこう超えて世界というかですね、その素晴らしい世界というかですね、そういうのをまあ僕は分かち合いたいというかですね、分かち合うために、分かち合いたいんですよね。だから、そのね、そういう、ですね、まあ、それは、本来の道で、なんですよね。で、そこの本来の道に、やっぱりこう、みんな、ね、導かれるように、こう、集まってですね。で、その時に、世界平和が、皆様と一緒に分かち合えるというふうに、そんなあれですね、まあそういうことです。それでは。